9年間空いてるんで、もう本当にこれは現実なのかっていうのがいまだに、もうリハーサルもしたんですけど、いまだにちょっと自分の中でちょっと整合性が取れてない感じですね。なんかふわふわしてます。9年間一般人だったんではい、まあ、今日は一般人代表として頑張りたいと思います。一番一般人っぽくないけどねほんまやな、ほんまやなほとんど素人だったんでリハビリから始める感じだったんで、もうちょっと練習してほしかったね今日無事にちょっと迎え入れたのが、とてもありがたいなと、嬉しいなと思いますし、まあ、本当に9年間待っていただいた、ファンの皆様に本当になんか感謝してます。早く寝ようと思って22時半、10時半に寝たんですよ。ほんでパッて目覚めて気持ちよく「ああよし、今日はよく寝れたぞ」って時計見たらまだ0時半だったんですよほんでそこから寝れずに5時半に寝て6時に起きました。今日もだって朝8時ぐらい入ってなかった、武道館。そう、ちょっと何でも早いんです僕。今日はですね、久しぶりにマブダチと遊ぶ感じがすごいあって、ライブやからね、飲みにしちゃう、飲みちゃうとことんだから、ギターを通じてみんなといろんな会話して、ほんで青春したいと思ってます。大丈夫？大丈夫です。政治ドリンク、アルコール置いてない？置いてない、置いてない。頼むぜ、アルコール置いてない、大丈夫？政治ドリンクになんか危ないぞ、ちょっとチェックチェック。ほんまや、やばいやばい。いやもう本当に9年は待たせすぎたなと思います。分かっております。またこうやって集まれることが本当に幸せだと思いますし、今日のライブを終えて、実生活、現実の世界に戻った時にもう一回自分の人生頑張ろうって思えるような、後押しできるようなライブにできたなと思ってますので、楽しんでください。ソフィアが5人が揃って復活ライブがこの日本武道館で、奇跡的にできるという力をいただきました。支えてもらいました。導いてもらいました。